その前かごつけて、で、まあ、後ろにね、大きいボックスをね、TDR80 から移設したボックスがあってですね、まあ、あのデイキャンプ、まあ、ソロのデイキャンプぐらいならね、まあ、適当に荷物をポンポンって放り込んで、ここ2、3年前から自転車でね、よくね、あのブッシュクラフトごっこみたいなのをやってて、でその後コロナになっちゃったんでね、もうこの矢作川の堤防沿いもね、もう入りにくくなったし、実際に入れなくなったし、で環境もね、実際堤防の環境もなんか整備されちゃって、やりにくいというか、その焚き火にできるね、流木もすっかり減っちゃって、これがどこまで行けるだったっけな、ね、こんな程度のところで十分ね、無駄ことできると思うんで、堤防から丸見えだしね、ね、あまりそう目立たないところでないかなとは思ってるんですが、この右手はね、木が結構生えてていいんですけどね、実は中洲でね、はい、なかなか入っていけない、ここで遊んだもんなんですけど、今のところ漁師さんのやつだね。そうね、ここきれいに護岸工事されてるから、まあ、この辺りでもできんことはないか、Oh.